株式会社イタリアントマトはイタリア料理を主に全国にレストランやカフェのフランチャイズ事業を行う株式会社。1980年代以降、イタトマの愛称で親しまれてきた。1978年にイタリアントマトを創業。ナムコ創業者中村正也の職務エンターテインメントであるとの考えからナムコ直営店として経営していた。 1987年に法人化し、かつては株式会社、ナムコの子会社であった。ナムコとバンダイの経営統合により、持ち株の一部をキーコーヒーに売却した。そのため、キーコーヒーの連結子会社かつ、バンダイナムコホールディングスの持ち分法適用会社となっている。ナムコ時代は、ナムコの中間期決算の株主優待として、 イタリアントマトの商品券が送られたこともあった。また、二子玉川に期間限定で開業していたテーマパークナムコアンダーエッグの正面に入り口横にも店舗を構えていた。店名はイタリアンであるがアメリカ式のボリュームのある大きなケーキが人気を博して若い女性を中心に流行し、1980年代には一世を風靡した。フードメニューは 天名通りパスタが中心である。2000年代から2010年代にかけては、廉価なカフェチェーンとの競合が激化し、国内では約100店舗ほどが姿を消した。2018年時点では262店となっている。ケーキは自社製造で、東京工場は八王子市7国の南足市内にある。2015年11月には、工場直売店。 東京工場グランデがオープンした。なお、イタリアントマト1号店は八王子にあった。蒸気のように、かつて旧ナムコの子会社であったことから、ゲーム作品にイタリアントマトのロゴなどが登場することがあった。ありがとうございます。